では3つ目のキーワードにいきましょう。はい、ファンと交流してみたい。はい、ということで、はい、もう本当に今だんだんこう増えてもきたんですけれども、もっともっと、そうは言ってももっともっとですよね、はいはい、あのお一人お一人に、例えばジャンプ見に来た方とかに冊子を手渡ししたり、はいはい、あとこういろんなスポーツのそういった施設に行っちゃ、はい、なんかいろんな人とこうお話ししたりすることはあるんだけれども、はい、もっともっとこれから広めていくっていうところが泉さんのまたお役目かもしれませんよ、はい、あのやっぱりなんかこう、うん、その少しずつなんですけど本当にこう応援してくださるファンの方が増えてきて、はい、でやっぱりなんかこうもちろんその方たちにこうなんか応援、うん、こんなまだまだマイナーなのに応援してくれてありがとうっていう気持ちでなんかこう恩返しがしたいじゃないですけど、やっぱりなんかファンとの交流会みたいなのを開いて選手とコミュニケーションを取ってもらいたいっていう部分で、うん、そういうことからまた、なんかこうもっともっとファンの方が増えてくれればいいかなっていうふうに思ってます、うん、あれですか、ちょっとオフ会チックなの今思い描いて、はいはい、そんなイメージで。そうですね、やっぱりなんかこう、うん、シーズンお疲れ様みたいな形でなんかこう、今シーズンも応援ありがとうございましたみたいな形で、まあ、いつかできればいいなと思ってるんですけど。そうですね、はい、あれですよ、じゃんけんゲームでも何でも嬉しいと思うな、はい、うん、一緒に写真撮るとかでもやっぱりファンにとってはね、はい、嬉しいと思いますし、はい、あとそのこれから興味のある女の子たちですよ、はいはいはい、女の子たちがやっぱりあのすごく実際こう飛んでる人たちに会えるって、うん、はい、すごくこうドキドキすることだと思うんですよね、はい、そういう意味でもこのファンと交流っていうのはすごくまたどんと裾野が広がる素晴らしいことだと思いますね、はい、どういう女の子たちが向いてると思います、ジャンプ競技に。ですね、うん、でも本当になんかこう本当に実は誰でもできるんですよね。そうですか。あのなんて言うんですかね、やっぱりなんかこう特殊なイメージでとらわれがちなんですけど、うん、まあ、やってる場所が少ないっていうだけで、本当にこう普通に小さい頃から始めてちゃんとトレーニングを積んで飛べば全然危険なスポーツでもないので、ちゃんとトレーニングをして、はい、きちんとそういうことノウハウをこう、はい、身につければ、テクニカルを、はい、身につければ危険なスポーツではない、ないと思います、うん、もう怪我はやっぱりスポーツにつきものなので、はい、まあそうですね、どのスポーツでも同じだと思うんです。そうだそうだ、なのでちゃんとした知識を持ってちゃんとした指導をされてれば、うん、そんなに、うん、はい、特別なものではないと思ってます。なんか私あれかと思った、あのやっぱりこう足の筋力がいい子とか、あともっとメンタルの強い子とか。でもやっぱりあの気の強い子が多いかもしれないですね。やっぱそうですか、はい、うん、やっぱり勝ち気な子、うん、前バーンとこう行くじゃないですか、はいはい、ちょっと私今日無理かもダメかもっていうんじゃなくて、はい、いやそんなことないないない、いけるいける、はい、はーっと行く方が行く気がしますね、はい、ただだからそうやって考えると意外と女の子の方が強いじゃないですか。そうかも、だから意外ともしかしたら向いてるのかもしれない、ね、そうかもそうかも、本当そうですね、はい、なんか土壇場になると女性の方が強い時もありますよね、はい、あのまあ、ちょっと例え悪いかもしれないですけど遊園地だってあの、はい、アトラクション強いの女の子の方が喜んでるのよ、はい、男の子の方が嫌がって、はい、もう俺高いとこやとか言いますよね、はい、違うかなちょっとね、はい、うん、意外となんか女の子は向いてるかもしれない、はい、うん、ジュニアを育てたいって気持ちはないですか。これから、はい、やっぱりあの本当に漠然となんですけど、うん、本当に子どもたちを指導していきたいなっていう思いがあります、うんうん、タイミング的にはどうですかね、あのスキースクールに通わせる小学校ぐらいまでは通わせる親御さん多いと思うんですよ、はい、私の時も私が子育て中も小学校 3,4 年生ぐらいまではスキースクール結構みんな行ってて、うんうんうん、5,6 年生ぐらいからだんだん、まあ、習い事増えてくるっていうか、はいはいはい、それでまあ小学校 5,6 年生まで行かせるか行かせないかぐらいで、はい、中学校行ったぐらいから軒並み冬のスキースクールに行く子が減っちゃうっていうか、うんうん、なんかイメージがあったんです、はい、さっき4年生の時にね、はい、お父さんがアルペンか、はい、ジャンプかって言ったようなもんで、はい、小学校の中学年ぐらいって私なんかそういうの あのいい時期なのかなって思いながら聞いてた、うん、そうですね、やっぱりスキージャンプも本当に、うん、まあ、小さい頃からやっぱり始めた方がいいと思いますね、やっぱり恐怖感がどんどん強くなってくるので、はい、大人になると、うん、なのでやっぱり小学生のうちに始めるのがいいと思うので、うん、そのぐらいの子たちを指導してみたいなとは思います、はい、そうですね、はい、
あれあのジャンプの魅力ってどういうところですか？本当にもう空中にこう飛び出した時のこう、なんていうんですかね、こう風を受けて飛んでるっていう感覚が本当に気持ちよくて楽しいですね。やっぱり気持ちよくて楽しいですか？楽しいです。なんかどうなのか分かんないって言うんですけど、皆さん、まあもちろん飛んだことないので分かんないと思うんですけど、恐怖と戦ってるって言うんじゃなくて、気持ちよくて、そうなんだ、楽しいんだ。なんて言うんですか、あのゲレンデスキーで普通にちょっとしたコブを飛んだ、はい、飛んじゃったりするじゃないですか、ポンと、ね、ポンと。その時にふわってこう浮いて、ちょっと気持ちいいじゃないですか、はい、その延長線上なんですよね、スキージャンプって。気持ちいいのが長いみたいな、はいはい、でもっと遠くに飛びたい、もっと大きい台を飛びたいってい う, こうどんどん延長線上なので、本当に取っかかりとしては本当にこのゲレンデスキーで小さいコブを浮いた時の感覚と同じですね。飛んでる時何考えてるとかってよく聞かれます？どう聞かれますね。え結構長いじゃないですか、うん、そうですね。本当にこう、いいジャンプした時っていうのは、あの空中であまりやることがないので、あまりやることないですよね。そうなんです。失敗するとこう微調整とかをしっかりしていかなかったりとか、風の条件が悪いとやっぱまたちょっといろいろあるんですけど、でもいい時はもう何もしなくてもいい時があるので、そういう時は考えようと思ったら多分何でも考えられますね。ただやっぱりこう、試合の時は集中しているので、もうその時その時のことしか考えないですけど、へえ、ね、あのいろいろ聞きたいことこうやってちょっと会うと、やっぱり触れたジャンルのないスポーツなだけに、いろいろ聞いてみたいこともあるし、大変興味深いこういうようなことを直接会ってお話ししたりするような機会があったら、はい、やっぱりファンの方も楽しいと思いますよ、うん、はい、他の全然関係ないスポーツの方も楽しいと思う、はい、うん、ぜひ、ね、ジャンプ競技だって見るのは大好きですもんね、札幌の人ね、はいはい、テレビで見るのは大好きなんで、はい、だそういう意味でもぜひこの冊子を見てですね、女子ジャンプの人たちが増えてきてるということですので、ぜひ応援してあげていただきたいと思います。女子ジャンプ紹介冊子美少女をこうぜひあの一度手に取ってみてください。はい、その美少女の編集長山田泉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。